皆さんこんにちはこちら株式会社世界コインのものです本動画に通して皆さんにコインの希少度を判断する際気をつけてほしいところについてお話ししたいのですどうぞよろしくお願いしますコイン投資始まっていらっしゃる皆さんきっとご存知でいらっしゃると思いますがコインを選ぶポイントの一つ発行枚数が少ないものを選ぶいわゆる希少度が高いレアなコインを選ぶことですね なのでこれからどれほど発行されたコインはレアのコインと言えるかについてお話ししたいと思いますまず皆さんに申し上げたい希少度を判断するポイント1その革命に対する発行枚数で判断することポイント2コイン自体の人気差で判断することポイント3希少と言えるコインの数は国によって違うことこれからの話は私個人の思い込みですが 違うグ、e、ンをお持ちの方いらっしゃいましたらコメントくださいませそれではポイント1から説明に行きますのでどうぞよろしくお願いしますコインコレクターの皆様ご存知でいらっしゃると思いますがそれぞれ発行されたコインは一応額面がついてますその額面に対して発行枚数は何百枚から何百枚までの範囲であれば正常ですという不便率がございます その範囲より少なめに発行される場合は分かってなくても同じ造幣局によりだいたい同じ時期に発行された同じ規格などなどコイン自体のデザイン以外のところが同じのコインを比べてみるとだいたい範囲を把握できますまた額面が小さいければ小さいほど発行枚数は多くなります わかりやすすく説明するため、当社のホームページから例を挙げさせていただきます例えばこちら当社が販売に出した最近イギリス王立造幣局から発行されたコインの額面を見てみましょうこちらは今年発行されたイギリス1人法導入50周年を記念するため発行された50ペンスの金貨ですね額面は50ペンスで発行枚数は 700枚になっておりますまたこちら額面が100ポンドのホワイトグレーハウンドの発行枚数は445枚になっておりますその隣の200ポンドの女王エリザベス2世生誕50周年記念のコインの発行枚数は210枚ですねその下額面が500ポンドの 伝説のミュージシャンエルトン・ジャーンの発行枚数は50枚になりますゴーンスより額面大きいのこちら 1kg の生誕95周年記念のコインの発行枚数は18枚ですねご覧になる通り額面がちっちゃいコインは額面が大きいコインより普通に発行枚数が多いのですなのでもしあるコインは 額面が小さくて発行枚数が多いはずなのに、少なく発行されたら、このコインは希少だと思って大丈夫です。例えばこちら、平行ポンド金貨の女王エリザベス二世生誕50周年記念コインの発行枚数は810枚ですね。このコインと同じ造幣局で発行され、同じ額面の金貨のロイヤル・アルバートホールの発行枚数は、 180枚でございます。この二つのコインの発行の実感もだいたい同じです。ジョー・エリザベス二世生誕五十周年の方は、えー、ロイヤル・アルバートホールのコインより一ヶ月間早く発行されました。まあ、同じ時期に発行された二つのコインとも言えると思いますが、どっちでも額面がポンドである金がこう二つ比べるとロイヤル・アルバートホールの希少度は高いのです。 またこちらアメリカの100ポンドの金貨の発行枚数を見てみましょう5万枚になってますねイギリスと比べるとすごい大きい数ですねまたその隣の同じくアメリカのコインの発行枚数は1万ですねまあこう比べるとやっぱり 全体的にイギリスのコインは、えー、アメリカのコインより希少度が高いのですなので希少度を考えてコインを選ぶ際イギリスコインにしますねはい続いて希少度を判断するポイント2コイン自体の人気さ。人気であるコインだったら発行枚数が多くても欲しい人も多いので希少度が高い人気ではないコインだったら 発行枚数が少なくても希少度が高いに見えるけど、希少度が高いとは言えないのです。例えばこちら、えー、今年イギリスが発行されたミスターメンリトルミス50周年記念100ポンドの金貨の発行枚数は280枚になります。 これと大体同じ時期に発酵されたホワイトグレーハウンド100パンドの金貨の発酵枚数は先ほど見ましたが445枚ですね。枚数だけ判断するとミスターメンの方が希少度が高いですけど 実際はコインが発行された後、ホワイトグレーハウンドの方が人気集まっておりますので欲しい人が多くて希少度が高くなっておりますなので同じ重さの金で作ったコインなのに価格は違います 続いてその間あるお客様から自分が希少度が高いと思う行為について問い合わせのメールいただきましたこれからその問い合わせの内容を例にして説明したいと思いますまずお客様からのメールを一応読みさせていただきますそれでは行きましょうお世話になっておりますただいま。 オーストラリア2013年ビクトリア女王戴冠175年日本ス金貨探しております確か150枚しか発行されてないとっても美しい超希少金貨です何か情報ご存じないでしょうかご意見よろしくお願いいたしますはい問い合わせのメールは以上になりますこれから当社としての返事を申し上げますお世話になっております お問い合わせになる行為に関しまして私はグレード70の価格が66万を下回らない限りお勧めしません仮にそのお値段は66万以下になってもそれよりもっとお勧めする値打ちがあるイギリス金貨がございます150枚の発行数量はオーストラリア・ニオンスの金貨の中には珍しくないのです希少度はは数だけではなく 国により気象度の数は変わるのですなので皆さんに申し上げたい気象度を判断するポイントさんは気象と言える数は国によって違いますそれではまたホームページ見て例を挙げましょう当社が今まで販売に出したオーストラリア金貨の中にこの2020年オーストラリア発行されたハイレリーフコアラのニオンス金貨の発行枚数は100枚でした またこちら2019「スバルバービー人形」60周年記念として発行されたローズゴールドのニュアンスの発行枚数は60枚でしたなのでお客様が問い合わせられたそのコインの発行枚数150枚はイギリスコインの発行枚数と比べると確かに希少度が高いなぁと思われちゃいますが実際はそうではないのです。 なのでコインの希少度を判断する際希少と言えるコインの数は国によって違いますよっていうところもぜひ覚えておいてくださいませはい話ここまでコインの希少度に判断するポイントについてまとめさせていただきます希少度を判断するポイント1その額面に対する発行枚数で判断することポイント2コイン自体の人気差で判断すること ポイント3「気象といえる恋の数は国によって違うこと」。ここまでご覧いただきありがとうございました。